我が帝国も大きくなったな。パート2でその導入は無理がある。アカネちゃん大きな島を発見だ。おお、結構でかいな。それでは進路をあっちに変更。大丈夫か、この航海士。ひどく抽象的やぞ。今回はこの島を我が植民地とするのだ。そういうのないから。征服要素とかないから。イカダ大艦隊を作った前回、初動にして、サメちゃんの無力化に成功。安全を引き換えにスリルが失われた。そして無駄な時間もな。というわけで、今回は、この島に眠る資源をすべてかき集め、この美しくも壮大な島を剥げ上がらせよう。なんて人間臭い発想。どうやらこの島には、不思議なものがあったり、まだ見ぬ設備や動植物がいるみたいだからね。ちょっと時間をとって、隅々まで探検しよう。冒険会や。なわけで、まずは簡単な怒りを設置して投入。これで、大艦隊の固定ができた。こんなもんで固定される大艦隊ってなんやろうか。あ、でも、探検やったら、もっと準備とかしっかりした方がええんやない？あかねちゃんにしては、ナイスな進言。花丸あげちゃう。はいはい。なわけで、金属をふんだんに使って、装備を整える。まず上位のフック。そして金属製の斧。金属の槍や虫取り網。これで、とりあえずの装備は完成。あら、装備作ってたら日も暮れて待ったな。じゃあ、本格的な探検は明日だね。次の日。それでは我、島に潜入す。ワクワクしとる。珍しくワクワクしとる。回っていけば上陸できるけれど、道なき道を切り開くのも、探検隊の使命。天空階段システムで、上陸を目指す。なんや、この後で困りそうな階段は、壊すの面倒やからやめてもらえませんか？そして到達。今までは、会場の人となっていた。しかしここからは違う。我ら探検隊は、この前人未到の、我慢できねえや。しれっと入りおった。おお、木なんて見るのは久しぶりだ。木材取れるかな？出てるな。人間の良くない部分が出てるな。残念ながらこの木は、伐採できない節の木みたいだ。そんな木ある？それなら持って帰った方がええんやない？島の中央部には、海岸が広がっているようだね。洞窟みたいなのもあるな。探索する部分が多そうやわ。あかねちゃん、この木は死ぬ木だ。それを普通の木という。木材はやりたいことがあって、たくさん必要だから、すべてを切り倒しておこう。どうやらその木はマンゴーの木みたいや。すごいマンゴーって木になってるんだ。ゲームで知る知識やな。マンゴーもいいけど、きっと海賊が埋めたお宝があるはずだから、それを掘り当てたい。ありませんね。絶対ありませんね。これは？あ、スイカや。やったね、あかねちゃん。これでスイカ割りができる。おい、こいつサバイバルをなんと心得とるんや。それじゃあさっき見つけた洞窟に、お宝掘りに赴こう。絶対ないからな。あった。なんで？シャベルがないと掘れないけれど、これはどの世界線においてもお宝。おう、なんやろこれ。この場所は覚えておいて、後でシャベルを作って、絶対に来よう。せやな、ほんまにお宝なら、シャベルは作った方がええ。見知らぬキノコだ、いただきます。キノコをタイムラグなしで食いよったぞこいつ。あかんでしょう、それは。どうやら焼いて食べた方がいい、椎茸スタイルみたいだ。キノコはほぼそうやで。他には、いくつかお宝が埋まってるくらいみたいだね。この洞窟は、想定してたよりも小さかったな。だけんど不思議な鳥と遭遇。うわ、でか。あの鳥を焼き鳥にしたら、数百人分にできそうだね。そこまで大きくはないけど、当面の食料にはなりそうやな。あいた。攻撃してきよった。なんて鳥だ。呼んじゃうぞ。領有感呼んじゃうぞ。誰がこんな無人島まで来てくれるんや。鳥肌ちゃんの攻撃にさらされながらも、頂上に着くと、発見。おお、なんか良さそうな箱や。早速獲得。なんか色々手に入ったな。でも、暗くなってきたし、鳥肌ちゃんの攻撃も結構痛いから、今日はここまでで。うわ、真っ暗や。あと寝る前に、さっきのお宝を調査しておこう。確か素材を調査すれば、作れるアイテムが増えるんやったな。スイカはダメだったか。スイカで何を作ろうとしとるんや。まず蝶つがい。お、いくつか増えた。ハサミに上位の怒りに上位の箱。ち、外れか。金塊とかは出ないからな。え？え？あとはガラスを調査。おお、こっちもなんか出てきた。グラスに洗浄機。洗浄機は、飲み水を確保しやすくなるやつやな。なるべく早くに作りたいところやで。寝る前にシャベルと面白そうなネットランチャーも作っておく。ネットランチャー？
動物を捕獲できるようになるみたい。ほほ。他にも弓とか作ったし、これで完璧がよりペキペキになった。はいはい、ペキペキすごいですね。シュピ。さあ夜が明けたぞ。私の時代だ。お前の時代は来ないぞ。今日は埋まってるお宝を掘り出して、あとはまだ見ていない部分の探索をしよう。あったあった。お宝や。さあ、どんな金銀財宝が眠っているのかな。え？土。まあ最初だしね。いきなりお宝が出るなんて思ってない。そやそや、次こそ。さあ冒険を続けよう。あ、なかったことにしとる。今回のメインは、さっきの動物捕獲機だからね。あれ、お宝な。あの鳥肌ちゃんをこれで捕まえてやるの。玉がないよ。あかねちゃんには言ってなかったけど、今回のメインは虫捕りなんだ。絶対今帰ったよね。おや、あれなんかおるな。もしかしたら先住民かもしれない。ここは、人間の最大の発明、対話を通して、友好関係になろう。言いながらフックを投げるやつおる。私は敵ではありません。大人さえいた。赤を襲ってきよった。捕まえられるかな？絶対無理やって。結局、岩に挟まったところを攻撃して撃退。これで私も晴れて、猟友会の一員だ。そんなセンスでは絶対なれんで。この子からは、皮とかお肉がもらえるみたいだね。皮か、何に使えるかわからんけどな。あ、こういうのを調査すればええんか。他にも池があって、そこの素材とかを集めていたら、見知れぬ生き物を発見。お、アルパカやん。アルパカ？これで捕まえられたりはするかな？ゴリゴリに捕まえられんね。むむ。今はまだ眺めるだけだけども、いずれ捕まえて、下僕として飼育しよう。ボスちゃんボスちゃん、不思議なんがあったで。これは何だろう。どうやらここはお店で、ガラクタ球っていうものと物々交換できるみたいや。ほほう。つまり、ガラクタ球が通貨ということか。そんな感じやな。そのガラクタ球は、不思議な魚を売ればもらえたりするっぽいな。おう。つまり、魚を釣れば釣るだけ富裕層になる。なんだ人生楽勝だな。いや、ちょっと違う。オッケー。ギョでも、たくさん釣りをしたのだけど、売れるお魚が全く持って釣れない。そりゃばそうや。特殊な餌をつけんと意味ないみたいやぞ。なんてこった。悔しいから、この島の素材を全部取って丸裸にしてみせよう。自然に当たるな、自然に。と、丸裸にしている最中、おかしな生き物を発見。お、フグや、ボスちゃんそいつを倒しがフックやないんやって。どうやらひっくり返ったから倒せたみたい。でかした。フグから取れる粘液をかまどで焼くと、また珍しい素材になるんや。これを調査すると、さっきのネットランチャーの弾が作れるようになるんやで。おう、素晴らしい。他にも銅を取っておいたから、いろいろ作れるようになった。すごいな、拠点の整備なんかしとらんで、こうやって冒険した方が、絶対ええやろ。あの変なイカだよ。じゃあ、このフグを乱獲して、たくさん弾を作ろう。残念ながら乱獲するには、別の島に行かないとやな。むむ。だけんども二つは取れたから、これらを精錬。そして弾を作成。お、いいな。よし、これで我が下僕を捕まえに行くぞ。あの鳥肌ちゃんは捕まえられんから気をつけてな。いたいた。まず最初のターゲットは、この首長動物。アルパカな。狙って狙って、発射。お、まさか捕まえられるとは。猟友会だから当然。すげえな猟友会。このまま煮て食べてもいいけれど、せっかく拾った命。どうせなら、我が拠点で役立ってもらおう。うわ、持ち上げとる。おい、揺らしてやるなよ。かわいそうやろな。この子は、あらかじめ準備していた場所。ここで暮らしてもらう。あら、どうやら名前も付けられるみたいやな。オッケー。オッケーか。この子は歯茎として、このイカダ艦隊で暮らしてもらう。住まう場所も名前も、すべてがかわいそうな子やわ。せっかくだから、もう一匹も捕まえに行く。もう一匹？いたいた、この鳥柄みたいな鳥。おお、こん中はええ鳥もおったんか。歯茎は毛を提供してくれるらしいけれど、この鳥は卵とかをもらえるみたいだからね。どんどん拠点がにぎわってくるな。狙って狙って、発射。すごい、両方とも一発やん。天才ですので。はいはい。彼の名前はマブだ。歯茎と一緒に専用のところに入って、私のためだけに、一生涯卵を産み続けてもらおう。
あれ、もしかして、歯茎もまぶたも凄惨な人生なんやない？試しにハサミも作ったからチョキチョキしてみよう。ひゃっ！おう、羊毛ゲットだぜ。ちなみに、羊毛は調査すると、いろんなアイテムが作れるようになった。ついでに羽も調査。あれ、羽なんていつの間に？村で鳥肌ちゃんを倒しておいたからね。羽をたくさんもらえた。ほんまやっとること領有会やわ。主にバックパックとか、アーマー関係が作れるようになった。鳥肌ちゃんの攻撃痛かったからな。防具作れるのは、雑に強いで。仲間も増えたから、この島の探索はしまいとする。実りのある、ええ探索やったわ。そこでどうやら、トランシーバーとアンテナを作らないといけなくなったみたい。メインのクエストってやつやな。レシーバーとアンテナを作成。資源だけは無駄にあるから余裕ではあるな。どうやら、アンテナで信号をキャッチして、レシーバーで、その情報を見る必要があるみたい。なぜそこに置く？だけんども残念ながら、このイカダは高度がちと足りない。まあ平面やからな、2階部分でも作ってみる。何これ？これは、作っているうちに楽しくなっちゃったアンテナ置き場。おい、このアンテナ置き場6階層に分かれとるぞ。残念ながら、システム面の都合上、これ以上床を置くと、確率でゲームが落ちるようになってしまったから、ここで工事は一旦ストップになっている。人間よりゲームのが賢いやないか。きっとこれなら、どんな電波も拾い集めてくれることだろう。逆に電波障害を生み出しそうではあるな。ということで、最上階まで登って、アンテナくんを設置。これで電波を拾ってくれるコードが必要。奴は不死身か。